三月七日木曜日。今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。ーーップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。 おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新業一花です。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ東京有楽町のスタジオからこの後8時まで生放送です。あの昨日は午後にですね、えー、都内のホテルにまあ、仕事でこう行くという機会がありまして、はい、で何しに行ったかっていうとですね記者会見の普段は取材する側の人間なんですが<っ>今回ですね。 えー「お前壇上に上がれ」というふうに言われまして <laughs>、はい、あのラジスマというです、ねまあ、スマートフォンの中にラジコのアプリが入っているんですが、うん、それでラジオをくこともできるしもうワンタッチで FM で、えー、ラジオの放送も聞けるというものがもともと出ていたんですがそのまあ発表の会見がありまして、えー、そこに、まあ、各局ラジオパーソナリティが、えー、登壇して感想を述べると。はいえー、日本放送はお前が行けとそうですよ で、えー、取材する方として新業さんが来ていたはい見てましたよ飯田さんの勇姿を <laughs> ニヤニヤしてんじゃねえよ <laughs> <laughs> あの楽曲パーソナリティーがこうパってずらーって並んだ時に、うん、飯田さんがセンターだったんですよねそれたまたまなんだよ在京五局あって <laughs>、はい、なんか五局をお開局した順に並べたんですね、えーえー、そしたら TBS さんがいて文化放送さんがいて日本放送があってでその後ろに、えー、FM 東京さんと J-WAVE さん,ん<ー>そうすると 並べるとちょうど真ん中三番目が終わったあの我々日本放送だったというたま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 いやー持ってるなと思いましたよ皆さん<笑><笑>しかもだね、ええ、なんかあの控え室でね、はい、やっぱあの出る登壇する人みんなで話してたんだけど、ええ、どうして僕ら選ばれたんでしょうねってみんな言ってるわけですよあの <laughs> TBS ハスミヤナウンさん、ね、実は牧島内といし、ええ、で、えー、文化放送が、えー、寺島あ先輩、はい、で、えー、私がいてで FM 東京も鈴木さんという方、えそして J ウェブはリジェ太郎さん、これはねあの。 まあタロさんはねあの DJ なので、うん、まあそういう格好なんです。それ以外のようにみんなこうダークな感じのスーツで、ツね、<laughs> 控室で、ヒカでいやじょ女,女性アナウンサー出しゃ良かったのにねみたいなことを活劇みんな言い合うみたいな。<あー> <laughs> <laughs> いや壇上に上がるっていうのは緊張するね本当に。しました？むちゃくちゃ緊張しましたよ。えー、そう。でしかもなんか事前に考えていたね。えー、だからやっぱりこうスマホっていうものは災害時に情報に。 ね、役に立つし、うん、で一方でラジオっていうものも役に立つ。はいで スマホでラジオも聴けると、うん、で電波が悪くなったら、えー、ラジコにも変えることができる画期的なんでしょうみたいな、ね、災害の現場でも特に役に立つんですって話をしようと思ったら蓮見、はい、さんも寺島さんも当然その話をするわけで「ええ、やっべ俺言うことねえじゃん」みたいなそうですよね <laughs> なんかした感じではあったんですがですもなんか飯田さんが頑張ってこう場をなごませようとしてるのを私も感じて。飯田さんが <laughs>、はい、あのよくラジ マジオで良かったなって言われちゃうんですよって言ったじゃないですか冗談で、ええ、そしたらなんか私とか東島さんは会見にいたあ、ええ、いつもの飯田さんの冗談だジョークだと思ってうふふって笑ってたんですけど他の人たちが それは笑っていいのかしらっていうなんかこう気を使ってる雰囲気がこパーって出て誰もニコリともニヤリとも笑わずシーンってしていいやめてやめてそのシーンあ俺京一滑ったと思って思ってたんですねあもう痛くなった瞬間だそれで私もちょっとやめろ先輩やっちゃったせっかく忘れかけてたんだからもう思い出させないでしか また嫌な朝がってきてた <laughs> <laughs> あのラジスマの詳しくちゃんとしたことはですね、はいえー、6時50分頃のコーナーで、えー、またきちんとご紹介をいたしますので、はい、えー、ぜひ今日はねスポーツ新聞にも結構載ってました。そうでしたね。えー、はい、あの記事紹介のところでもご紹介いたします。うん、さあこの後と8時まで生放送で水田康次の OK 工事アップ。 さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各しが入ってきておりますが今日は医師を除いて全てゴーン前会長保釈 えー、被告とといいうところを書ててきております、えー、意思違う」というのが毎日新聞で、えー、これは福生にあります公立の福生病院で、えー、お医者さんがあ死の選択肢を提示して、えーまあ、腎臓病のお患者さんと44歳の方がと人工透析をされていたあそうなんですけれども、まあ、人工透析されている方と はもちろんあの透析をやらずに、えー、そのままにすると自分で、ね、血の中の汚れたものをこう,こ,うこ,しこし取ることができないということで人工透析をやめてしまえばそれがあの生命に直結すると、まあ、災害が起きた時にそれができるかできないかっていうのがあの特に 電力が落ちたりなんかするとね北海道の胆振東部地震のような、えー、非常に問題になるところなんですが、えー、このお医者さんが人工透析やめる選択肢を示してで、えー、女性は中止を選び1週間後に死亡したと毎日新聞の取材で分かったということなんですがまあこれはそのある意味での。 まあ、安楽死なのか、まあ、自分でこう死を選ぶというところ、まあ、あの今の日本の法律であったりとかあるいはこう医学界のスキームの中ではこう想定されていないことが、えー、起こってしまったということで失神、えー、を逸脱しているととは立ち入り検査を機能したと、えー、いうことが報じられております。まあ、そのクオオリティオブライフ、まああの 生活の質であるとか、まあ、そういうことなどもこう考えると、まあ、寿命がこ,うこれだけ伸びてきていると人生100年時代と言われる中で、まあ、これから議論をしていかなければならないその自分の命生命というものを全部自分で決めていいのかとヨーロッパの特にプロテスタントの国々っていうのはそれがあの安楽死というものが権利としてかなり認められている部分があります。オランダででススであああるるるとととかかいいははススイもそれというのはあの宗教の 首引から逃れて自分の意思で人間が全てをコントロールできるんだっていうですね、えー、ある意味人間の意思のかなり尊重という,こう文化がまずこう土台にあってだからこそ自分の生命を 止める時も自分で決められるという考え方なんですが一方で生まれ出たこの生命というものは神に与えられたものであるとこれカソリックの考え方なんですがだから神のおぼしめしによって、えー、いつ死ぬっていうのが決まるんだってそれを人間がコントロールするのはおこがましいことだというような考え方も一方ではあるわけですね、まあ、これがヨーロッパでの議論なんですが、まあ、あのー 日本でそういった議論というのはあまりまだ大っぴらに大きく出てるわけではありませんそれが一足飛びにこういうことが起こるってこれがセンセンショナルなニュースとなって取り上げるとこれが一過性のもんじゃなくてきちんとこれは議論していかなきゃなんないだから深い問題ですよこれはねえこの女性だってもう悩みに悩んだ末にここに至ったという部分もあるわけですからね。 えー、それから、あのー、先ほど新業アナウンサーがニュースでも触れていましたがアメリカの貿易赤字2018年の貿易赤字の額というのが出てきておりまして、まあ、これが、えーまあ、対中赤字は過去最大というようなことも出てきておりました。 あの海外の国の貿易赤字に関しては非常にです、ねえー、的を射た解説を各紙がするんですね。いわく国の中で景気が良くなるとみんなが物を買おうとするんだとで、えー、みんなが物を買おうとすると当然国内だけではその需要が賄いきれなくなるから海外からも物をいっぱい輸入するようになると。 自分の国の中で経済が拡大していて、えー、所得もいっぱい稼ぎ出しているから貿易の面では赤字が増えているとただ一方で稼ぎが増えているわけだからあこれは経済全体として見れば非常に健全なんであるとおおなるほど素晴らしいなその通りだろうなと思う一方で,です、ね、これがじゃあ日本の貿易赤字12年ぶり最大という見出しだったらどうでしょうか。 えー、最大というか、えー、過去最悪みたいな書き方をするとで、えー、まるで貿易証字がまずいものであるかのような赤字っていうものを見るだけで、えー、それは「あまずい」えー「借金」みたいな、えー、全てが短絡的につながってしまうということはですねなんか日本の経済に関してはそこの説明がキュッと歪んでしまうというのはですね おかしいなと思うんです日本だって全く同じで、えー、貿易赤字特にあの日本のようにですねあの海外からものを輸入して、まあ、加工して輸出するというのもあるんですが、まあ、あの一方で海外にある資産からもお金を取れるという国はですね、えー、貿易で赤字をお濃,い、まあ、濃くというかあんまりよくないか貿易で赤字になってもですね、まあ、その分あの海外からの例えば お不動産だったりとか株式からの受け取りがあると最終的な経常収支は黒字になってたりするんですよ。これはあのーまあ、海外からの稼ぎも大きくて、えー、稼いでる国という意味ではあの非常に健全な状態で、えー、貿易黒字にしようと思ったらですねこれは、あのー 景気を悪くして日本の中の需要が落ち込めば当然貿易はあの縮小するんで,で日本のように輸出の部分はえ結構稼げる国というのは貿易黒字になってしまうとえ赤貿易の赤字黒字のグラフを見るとえ貿易黒字の時期っていうのはですね例えばリーマンショックの後だったりとか非常にですね景気が悪いなーっていう時は貿易黒字になっていると。そこを飛ばして 貿易赤字がまずいと書くのは良くないなと思うんですが、まああのこのアメリカの貿易赤字の記事に関してはおおまともな記事だなと思いながら読んでおりました。えご意見お待ちしております。メール c o z i コージーアットマーク一二四二ドットコムです。さあ今朝のモーニングライフアップは、うん、巷で人気再沸騰中のタピオカについて取り上げます。 あの今から2627年くらい前1992年にいわゆる第1次タピオカブームがあったんですけれど覚えてますかはい、はい、ガキの頃でしたけどなんとなく覚えていてちっちゃいつぶつぶが、はい、まあ大体あのココナッツミルクかなんかの中に入ってるんですけどつつつつぶぶぶぶっていうようよな,なんかイメージが今またですねその第2次ブームというのが来ていましてはあ、はあ、その飯田さんが思っているつぶつぶつぶっていうこのちっちゃい感じのイメージ またこう形とかですね楽しみ方も変わってきているんですね去年から関東の女子高生や若い世代の間であの起きているブームなんですが、うん、ミルクティーやお茶に入れて飲むドリンクとしてのタピオカなんですマーケティング研究機関 TT 総研の調査によりますと 現役女子高生の2018年流行および2019年のトレンド予想ではタピオカが上位にランクインしまして「ほうほうタピール、うん、タピカツ」という言葉が生まれてあちこちにね専門店ができているんです。じゃあなぜまたこうしてタピオカがブームになってきているのかといいますと、はい、あの日本で12店舗を展開しタピオカブーム発祥と言われているお店うん、うん、チュンスイタンの担当者の方にお話し 伺ったところですね。おお春水炭春水堂。はい、春水堂って書きますね。おおおおタピオカブームには三つの理由があるんだそうです。一つ目は、はい、なんと言っても、やっぱりインスタ映えだと。出た <laughs> 映えるの。映えるんですよね。<ー>なんかこう、タピオカドリンクって、ちょっとこう、可愛かったりもするじゃないですか。その粒々がこう。入っていて粒々が大きいもんね。ねそうなんですよね。<laughs> 実際ですねインスタグラムでハッシュタグタピオカと検索してみるとなんとですね73万件もの投稿がそんなにあるのあるんだそうですよ<ー>、うん、そして二つ目の理由は、はい、ここ10年くらいで台湾旅行や台湾の食に対する人気が急激に高まっていることも関係しているようですあなるほどね、うん、あの2018年の人気海外旅行先ランキングではうん、うん 台湾がハワイを抜いてドドの1位になったんです。 そうなんだ、ね、ハワイ抜いたんだとうとういや確かにね行きも帰りも飛行機ほぼ満席でそうでしたた<う>この間来まししもんねそて3つ目の理由なんですが<い>健康意識の高まりですあ<ー>先ほどもお話ししたんですが今回のタピオカブームはミルクティーやお茶に入れて飲むというドリンクとしてのタピオカ<ー>、まあ、お茶イコール体にいいというふうなイメージがあるので、うん、健康意識の高い女性たちが中心になってお茶専門 店に足を運ぶようになったからではないかと推測されています。なるほど。ちなみに有楽町銀座界隈にもですね、専門店が四店ほどありまして。はいはい、へえ、そうなんだ。そうなんです。いずれもタピオカというよりは、お茶をこう全面に打ち出していて。うん、ああ、まあ、そうだよな。台湾実はお茶の名産でもあるんだよね。うん、確かにそうなんですよね。あの、東京ウーロン茶とかもあるけれども、はい、結構高い山がね、あるから。そうなんですよね。うん、そのお茶とタピオカで。 楽しむというのが今のブームということなんですねうん、なるほどねはい、そんなタピオカなんですが、はい、コンビニでも今はもう買えるようになっているんですよねそうなんだちょっと今日あの買ってきたんですけれどもこれコーヒーとかさ、ええ、ああいうのがマウントレーニアみたいなの置いてあるのと同じところにあるね、はい、そうですね同じような感じ、うん、ちょっといただきますねう,うん。ちょっと吸ったらいっぱいタピオカ出てきた <laughs> あでもお茶自体が美味しい あ、美味しいですよね。うん、ミルクティーとして、とっても美味しい。うん。うん。他にもですね、タピオカ杏仁ミルクティーや、うん、タピオカいちごミルクティーなどなどですね。コンビニも専門店並みに種類が豊富になってきています。<ー>まだね、あの体験したことないという方は、はまずはコンビニのタピオカから始めてみてもいいのかもしれません。うん、なるほど。今朝のモーニングライフアップは、今再びブームになっているタピオカを取り上げました。 3月7日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です おはようございます。アシスタントの新井一花です。F.M. 九十三、A.M. 一二四二、東京有楽町の日本放送飯田浩次の O.K. 康次アップ。次世代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト鈴木哲夫さんです。鈴木さんおはようございます。はい、おはようございます,います。鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。カルロスゴーン被告拘留から百八日目で保釈へ。 特別背任などの罪で起訴された日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告が交留から108日目となるきのう保釈保証金10億円を納付し東京拘置所から保釈されましたこれを受け日産の才川社長は想定の範囲内だと記者団に語っておりますまあ一部報道によるとゴーン前会長名誉回復のため会見を開くことも検討していると。 なんか当日、もう会見するかみたいなのも一部ね噂で終わったんです、うん、まあそうですね。そういうい、まあ、ある種期待もありますよね、うん、一体何をまあ彼が喋るのか話すのかっていうね、はいうん、そういうのもあったんですけど、結局それはなかったんですがね、実はある政権幹部とねこ、はい、の問題、まあ、ちょっとあの取材で話一対一で聞けたんだけども、これ、最初のうちはやっぱり、この フランスと日本のね、はい、ある意味ではその国対国のいわゆる政治問題<ー>外交問題になる可能性非常にこの件大きかったですよね,ね可能性がね。はい、で、まあ、結局向こうはその例えばル,ルノーなんていうのはフランスのいわゆる国営企業ですよね。らい国が株持っ,てる、ね、持ってるからねそして、うん、そルノーが日産とこう合併みたいな吸収みたいなその流れの中でこの問題が起きてるっていうことで向こうは。 フランスは国を挙げてやってくる。で、はい、日本はこれ日産っていうのはその民間企業ですから、ね、政治は口出せない。うん、でもこれはやっぱり国対国の問題になるぞってのことで、わざわざこの日産の幹部をね、はい、ほらあの報告にっていうのでええ官邸に来させたじゃないですか。翌日に、これはわざと官邸にやっぱり。 日産の幹部を呼んんだですってねつまりこれは日産は民間だけど日本も国対国ならこっちもちゃんと国がバックアップして戦うよというやっぱりその最初のポーズをとったんですってだからそういうことでね最初からバチバチやってたでもこの問題っていうのは要するにゴーンさんが解任されたところもあってねだからまあこれはもう決着しただからこれから本当にこのゴーンバーサス 日産とといいいいううねね、はい、このの裁判でで戦いになっていくというのが1つですよそれともう一つ、まあ、本気とはちょっとずれるかもしれないけどこの今回の保釈をめぐってね、はい、これも今朝読売とかも書いてたかなあの要するに、えー、その普通容疑を否認してる時にはなかなかこう。はい 保釈請求あっても出さないんですよね。うんうんえー、認めないというね。ね、うん、だけど、これは実は日本がそういうその傾向が非常に強くて。はい、海外はそうでもない、ね。えー、だから、日本のその、仕組みはおかしいんじゃないかなって批判もあって。うん、で、これ弁護士の方と話したけども、なんか、やっぱり最近割と否認してても。はい。 あの保釈まあ、いろんな条件があれば保釈をまあ認めるようなね<ー>流れにこう今なりつつあるんですってだん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 そうなってきてうん、うん、だからそういう中でということなんでしょうけど<ー>ただやっぱり、えー、否認している、はい、証拠隠滅はいろんな可能性だって恐れだってある中でこの保釈のタイミングとかね、はい、そういうものも一つ今回あのこのタイミングで保釈されたっていうのが いいい前例になるのか悪い前例例ににななるるののかか悪ねその辺も一つまあ見方としてはポイントなんでしょうまあでもまあとにかくなんて言っても本筋はもうこれから日産対ゴーンというねこのやっぱりやり取りになってますよね,ね<え>ポイントはね。 一部の人たちが言ってたのが日もともと日産側が日本国が絵を描いて日産の帰属をっていうようなところなんじゃないかっていう話もあったんですがだったら翌日に副社長を呼ぶんじゃなくて事前に副社長はこっちに来てんだろうというような僕もちょっとそれ聞いてみたらそんなことも言っててだから完全にこれ例えば経産省なりが絵を描いた。 ものではなさそうだっていうことな。と思いますね。すうもうそれはずっとは外れていってるというところ。最初はね、ええ、さっき言ったように。 どうもその国対国のみたいな駆け引きみたいに見えましたからね。はい、だけどそうじゃないんでしょうね。だだけどまあ要するにもうゴーン側は再度はもう全面対決というね姿勢で来るでしょうから。うね、うんあとまあ昨日のあの格好ですよね。<laughs> メールもいっぱい来てますねあの格好についてはね。<laughs> あれはなんだろうな僕は何かしらいや、ね、いい意味を持って ってるような気もするんですなん彼なりに何かをね、ええ、主張すんのかなって気もするんですけどねだってあそこにいっぱいいる報道陣はそれこそ水も漏らさぬ勢いで待ってるわけだからバレますよねいや変装どころかかえって目立つでしょ、ええ、あのなんだ作業服はって <laughs> 逆に目立っちゃうでしょ朝日 <laughs> がものすごくね今日は調べて書いてましたけどああだからこ後半あたりでね <laughs>、ええ、実は、ええ、あの格好はこれを意味するなんてことを言う,<ー>言うのがね うん、いやでまあいろんな見方でできますよね,ね、えー、まずはカルロスゴン被告についてでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです 参議院予算委員会で昨日毎月勤労統計の不正問題などを中心に集中審議が行われましたその中で野党側の特別監察委員会が行った再調査は不十分なものという主張に対し安倍総理はさらなる追加調査は必要ないという認識を示しました それでは国民民主党の大塚康平議員の質問に対する安倍総理大臣の答弁をお聞きください今、監察委員会の委員長も、秘書官から話を聞いていないということでありますので、平成27年検討会をめぐる状況について、もう一度再 追加調査をすべきだ、と思いいますがいかがかでしょうかこの当時の秘書官が問題意識を伝えた点につきましては、毎月勤労投票のサンプル側によって大きく統計数値が変わることに対して、その理由を尋ねたり、あるいは専門家の意見を聞いてみてはどうかとした当時の秘書官の対応はです、ね、私はまあすごく当然のことではないかと、こう思う次第でございます。 さあ,あ,あ、これについたメールもおいただいております。日本放送では朝6時から放送を行っておりますので、カスカベ氏の主婦の方、官邸は関与してるんでしょうか。これ会社で言うなら粉飾決算です。もし粉飾したら社長は退任です。どうなんでしょう。政権はしてないということを願いますがとおいただきました。うん、まあその辺のこうね、えー、官邸の関与みたいなものを野党側はこう追求しているという状況ですよね。うん、あのこの問題ってもう当初から僕あの言ってるんです。 けれどもね、はい、どん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 この矮小化されていくのが一番まずいと思うんです。歪小、うん、化ってどういうことかというと、結局その。この毎月勤労統計の、お、はい、お、いわゆるデータを。の、そのまあ、不正にこう書き換えて、うん、ええー、計算方法を変えてね。不正があったと、この問題にどんどん。小さく特化してってるでしょうん。そうじゃなくて、はい、これはやっぱりその政治における、その。 統計っていいうののかかに大事なであのこれ、まあ、お話したかもしれないけれども戦後吉田茂首相がね、はい、あの日本があの戦争に突っ込んでいったのは統計がいい加減だったからだとその統計をもとにねいろいろ、まあ、何をすべきかいやアジアに進出していくべきだとかねうん、うん、いろんなことがあってそれであの戦争に行っちゃったんだと。だかから統計というももののををね本当にしっかりしっりたものを 作ってそしてその統計をもとに政治っていうのをやっていかなきゃいけないっていう、まあ、ある種統計は憲法であるぐらいのねうそういうことをあの吉田茂が言ってそして自分の内閣府にね、はい、統計委員会っていうのまで作ってででプロの要するに有識者も入れて一生懸命統計っていうのをやったんですね。はい でこれが軽んじられているんじゃないのという話なんですよ、今回のは。はそうだとそうそうしかもその、この勤労統計以外にも、統計がいいいっぱい出てきたわけじゃないですかだからそういう意味ではね、はい、これ三権分立からいくと、この行政の問題ですよ、これは。安倍さんは総理で、まあ、政府側にいる、行政側にいるんだけれども、はい、行政がやってることは三権分立で国会が徹底的にチェックしないといけないわけでしょ。うんはいえー だから国会に例えば特別委員会のようなものを作ってそれでしっかり関係者を呼んでこの問題統計の問題をきっちり型をつけて政治における統計とは何かっていうのを国会がやるこれが僕は正しいやり方だと思うんですよところがその政府の中だけで要するに調査してあれが原因だったこれが原因だったとやってるで案の定1回目の調査はいい加減だったでまた安倍さんは再調査でしょ。 いやそうじゃなくて再調査じゃなくて安倍さんがやるべきは、うん、いや国会に、ねはい、徹底的に調べるんであればそれに政府としては協力をしますと言ってそっちに委ねる、うん、でこれがやっぱり安倍さんが取るべき僕は対応だと思うんですね。それをまた、うん また再調査、はい、そしたらまたそのいわゆる委員長がちゃんと聞いてなかったとかいろんな問題が出てきてるわけですよ。はい、だからねこれねやっぱりこれでもう再調査するとかしないとか言ってるけど根本的にこれは要するに政府の中だけで再調査するんじゃなくて国会の中にしっかりとしたそのいわゆる委員会なり作って特別委員会でいいんですよ。 統計という大問題だから、うん、そういうふうな対応しないと僕はだめだと思うこれは与野党がどうのどこうのせめぎ合うとか、はい、官邸の関与があったとかそういう,、ね、もう問題も大事です、うん、だけどそういうこともひっくるめてね僕は統計とは何かというところで国会でやらななきゃいけないと思うんんですよね、うんまあ、なんといってもこれ問題は2004年からこう長きにわたってきていると、うんうん、で考えてみたらそのぐらいからまあ政治改革とかっていうのもかなり叫ばれていたところで、うん、予算もこう削られてた部分もあると。人員も削って そうですね、統計部門なんていうのは場合部分については、うん、例えば外注するとかね、はい、それから昔はやっぱりその統計の非常にもうプロね、うん、こういう人をまあ採用してとかや雇ってきて連れてきてそこでやったりしてたんだけど、はい、そおっしゃるように<ー>そのちょっと合理化でね、はい、そういう人を外していったりなんだりしながらそういう体制の問題もあるわけですね。でもじゃななぜそんなことをやれるの お金がなくても外してはいけない、部門じゃないんですか?はい。統計は、えー、とこうなるわけですね。まあ、そこをね、するのは、うん、政治の決断なわけですよ、ね。そう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 、だから、そういうこともひっくるめて、そもそも統計とは、から含めてね。なぜ、誰が始め。はい ななぜなのか、はい、そこもしっかりと明らかにして、うん、そしてじゃ再発防止はどうするのか、うん、今のようにその総務省に統計委員会っていうのがね統計部分ありますけど、はいすね、総務省じゃなくてじゃ吉田茂原ばりにね内閣つまり総理直轄にねそう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 するべきなのかとかねあのまあそれは組織的になかなか難しいっていうのはあるけれどもそれなりに総務省の統計委員会に権威を持たせる、うん、何かあ仕組みを作るとかですね。えーえーえー だだかららそれをややないいいとと僕はダメだと思いますよ、ねうん、いや地方の,その行政やってるう地方公務員の方にね聞くと「いやこれ飯田さん似たような統計が多いんですよ」と依頼がいっぱい調査が来るとまあこの毎月勤労統計だって結局は市町村まで降りてきてえ企業のチェックをするわけじゃないですかいや経産省からも似たようなものが来てこれ厚労省でしょでまた総務省からも来るんですよそれも2年に1遍だったりとか同じデータなんだからあの使い回しはいいと思うんだけど使い回すと法律違反なんだよ。 ですよっていう、あ、その辺の。実はね、地方自治体苦労してるんですよ。このね、毎月と統計だって、そのこれ実際東京都がやるわけですよね。調べる。そうそうそう、だから。東京都にしてみる、じゃ、これだけならいいんだけど、今おっしゃるようにね。厚労省がいやいや、次このデータも調べてくれる。これも調べてくれるって言って。もう、そりゃ地方自治体舐めとんのかと。いうだけじゃね。そうそうそう、それはね。東京都の職員取材したらね、同じこと言ってました。だから。あの、そういう仕組みも含めてですよ。ええ。 でも統計が本当に大事ならば、はい、本当に政治の基本であるならば、うん、それは面倒くさいとは言えないし、うん、それなりの体制も取らなきゃいけない、うん、そんなねなんか基本的な認識を一回みんなで共有してからこれ問題スタート、ね、解決に僕は向かうんじゃないかと思うんですけどどうですかね。うんうん さあでは続いて、えー、2つ目ですが森友学園をめぐって補助金の不正事件がありました初公判が行われて籠池被告無罪を主張というニュースも入ってきております、うん、あのと大阪地裁で初公判が行われたんですが籠池康典被告と妻の順子被告はあ補助金詐欺の共謀や故意はなかったということで起訴内容の大半について無罪を主張したということです。そうですね、えー、国策まあ 捜査逮捕だと、はい、ということを主張したとで,でもこれはもう皆さん同じ思いだと思うけどもやっぱりその、うんえー、なぜ籠池夫妻が何の、えー、罪でね、はいえー、今裁判を受けてるのかっていう考えた時に、えー、あれこれはそもそもの問題の基本はあの土地をね補給地を、はい、な8億円も値引きでやったあのプロセスや、うん、あの辺が正しかったのあれ一体何だったのっていう。 そこは結局この事件とは関係なく解明されてないわけですよねだからやっぱりこの実は違う裁判かもしれないけどそれを通じて、はい、あの8億円の話っていうのはやっぱり当然いろいろ出てきますから後半の中ではねこの辺をもう一回やり直すっていうのはこの僕は一つ一つ籠池夫妻の裁判の意味だと思うんですよね、はい、この辺のポイントだと思いますけどね。 7時26分です今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いしますお願いします続いては教えてニュースキーワードです参議院野党第一会派国民民主党は昨日立憲民主党への移籍を希望し離党届を出していた藤田幸久参議院議員の正式に除籍処分にしました 立憲民主党が藤田議員の入党を認めれば参議院の野党第一会派へと変わる見通しです。まあこの参院の野党第一会派争いって向こう行ったりこっち行ったりずっと繰り返してますね。<laughs> あの確かにその国会今衆議院も参議院もそうですけどもあの野党でどこが一番数が多いかっていうのは国会をまあ進めていく国会運営の上でね、はい。 やっぱりその一番の,その野党の窓口になるわけですからだからその自民党と町長発信やったりそれからメディアなんかもやっぱり注目度は野党の第一党っていうのは非常に注目しますしねだからそのいろんな意味であの大事なんですよ大事なのは大事だけれどもじゃあ28と27それがまた入れ替わってまた27と28はいどっちが第一第一ってあの今それじゃないでしょ いう野党は、ね。いはい、というやっぱりことなんじゃないでしょうかね。であの、まあ、どっちにくら替えしても何しても参議院でいいんだけども、はい、ポイントは要するに今度の要するに夏の参議院選挙でね<ー>その統一候補を目指すんであれば、はい、まあ ええなんしどっちででもいいわけですよどっちの子からも押せる候補じゃないにしなきゃいけないわけでしょ、はい、だからそういうことも全部ひっくるめてのこれは遺跡であるのかってそこがポイントだと思うんですね。<ー>で今回はその例えばあの藤田さんというね、はい、あの国民にいた藤田さんが立憲にまあ移るということなんだけどもここ数日の動きなんだけども実は藤田さんを統一候補にしないで。 しないでしないで、うん、で立憲から誰かを例えば立てるんじゃないかと<ー>で藤田さんは衆議院に回るんじゃないかみたいなことが出回ったり報じられたりしてるんですね。<ー>ですぐそれを僕もその国民民主のちょっと幹部に確認したら、はい、いや聞,聞いてないとかね。うん、うん、立憲の事務方に聞いても、はい、<coughs> ごめんなさい聞いてないとかね。<ー>つまりそういうそのいわゆるなんていうのかなその はっきり言ってそのじゃあ藤田さんを参議院の統一候補としてどうするのかまずそれがこうセットでないと実に無駄な時間を使ってるというふうに思うんですよね。うんうん なんかお互い疑心暗鬼になっ,ちゃったみたいなだからねあの、うん、実際にこれを考えてる人たちは例えばよく言われるんだけど口頭、はい、戦術で<え>いや実はいろいろ揉めてるけどこれは駆け引きだと、うん、でこう結局最後は一つにまとまるんですよそういうことをトップは考えてるんでしょっていう人たちはいるんだけれども、はい、こういうことが目の前で繰り返されると、うん、どんどんその今おっしゃったように疑心暗鬼にななるのは現場なんですよつまりもう全国で選挙今もう統一戦入ってってるけど、うん、それから参議院に向けてずっと動いてる。 要するに支援者とか組織とかこういうところは大丈夫なのっていうもうどん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 その不安になってきてやっぱり選挙運動にこう影響が出てくるその今統一戦では国民と立憲の候補が一緒にやろうなんてやってるけれどもこういうのがもう例えば無駄になるとか動きが少し変になるとかね。だからやっぱりねそういうい意味では そまあ言いましたど,どっちが人数が多いとか第一会派だっていう話ではなくてね、うんはい、参議院の候補として選,選挙の候補としてどうセットでこの動きがあるんだよってことを、うん、やっぱり 両野党の幹部はしっかりと示さないといけないと思いますね。うん、あのー、この藤田議員は改選数が2の茨城選挙区と、うん、これあの改選1議席のところだったら統一候補立てやすいけど、うん、複数区はなかなか難しいみたいな話あですまあまだ話はついてませんからね。えー、まあ小沢そうです小沢一郎さんなんかはもうゴールデンウィーク明けには何とかって言ってるけれども、はい、こういうのを見てるとね。うん 特にやっぱ現場で選挙やってる現場の人間はものすすごく不安ですよね結局立民と国民でやってて、うん、でさらにそこに共産党が絡んでくるとなると、うん、<laughs> 話し合い難しくなるんじゃないかなとだからまずは立憲と国民でしょそこがこうなってそして次共産、うん、ここがいかなきゃ共産だって動けない,いうそういうことですよね。今日のキーワーワド参議院野党第一会派でした 七時四十二分です。お聞きの放送は FM 九十三、AM 一二四二、東京有楽町の日本放送飯田浩次の OK 康次アップ。私日本放送アナウンサー飯田浩次とアシスタントの新業一華がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんです。鈴木よろしくお願いします。お願いします。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ。 自民党の二階幹事事長小池都知事へのの支持表明もう発言しない自民党二階利広幹事長はきのう公明党の幹部らと会談し来年夏の東京都知事選に小池百合子知事が立候補した場合全面的に協力したとする自身の言動についてもう発言しないと述べたことが分かりました。 今週の頭ですね4日の会見で、えー、小池知事が来年の都知事選に立候補したら全面的に協力するとで翌5日の会見でも他に勝てる人がいるのかというふうに述べていたということなんですがこれもうトレンにしたら目耳に水というか蜂の巣続いたような大騒ないやなんですね。自民党の東京トレンはは、ええ、もう小池さんとは もう全面対決とで次の知事選も,もう絶対に引きずり下ろすという覚悟でやってるんですよね、えーはい、だからまあそういう意味ではですよ、えー、その自分たちのまあまあ親分っていうかまあ要するに党本部のね二階さんがそうやって戦っ、うん、我々戦ってるのに「はい、え小池知事かよ」と「なんだと」としかもその 二階さんが会見した日っていうのはちょうど都議会でね、その築地問題を自民党のまあ都議がね徹底して小池さんこう追及してたその日ですよ。そうですね。で久しぶりにマスコミもそのそこに注目していろいろ取り上げて映像なんかワイドショーなんかもそうですよ。もう自民党がつ築地問題で小池知事を徹底追及とかやってるときにまあ 全くその逆のねい、ええ、よいよ小池さんを支持するんだよってだから余計にもう都議団はもう怒ってるし、うん、でも逆に考えれば、はい、なんでそんな日にじゃなくてあえてその日におっていうことを考えられませんかだってそんな大変な日になんで言うのわざわざ言うってことは、うん、わざと その日を狙ったと,とも考えられるわけですね二階さんの発言がね<ー>そうすると二階さんって何,何を考えてるの、はい まさにまた深読みの話になっていくんですけどね。どやメールでもいろいろいただいてるんですが江、うん、東区、岡さん女性の方二階幹事長の発言、うん、理解できませんなんで小池さんを支持するのか、うん、細野さんの一見と言いたくありませんがちょっと切相ない気もするんですがこれが政治なんでしょうかとそれから荒川区の男性なんですがこれは二階さんの作戦なんでしょうか総裁、うんえー、選びも含め二階さんが主導権を握ろうという見方もできますよねという思いっいただきました。あ はい、意見はもうどちらもごもっともだけれどもまあ要するに一つはね、はい、あのこれやっぱり二階さんがそのいや自民党よと取れんよとうん、うん、え本当に小池、えー、と戦うならね、はい、早くしっかり候補を選べというふうに、はいまあ、間接的な表現だけどまあ し,こうしてると、はいね、はしっかり立てろとええうんで立てないからそっと小池にやるしかねえじゃねえかという,こう逆説的なね尻を叩いたんだという、まあ、見方ももちろんあるんでももう一方でまさに今2人目の方がおっしゃってたようにあの何かか意図があるんじゃないか、はい、でそれはね最近やっぱりねちょっと官邸と二階さんの関係がちょっとぎくしゃくして距離が。 ああるあるんんでですすよよねいいろろ例えば選挙でねあまり選対委員長が、はい、これ安倍さんに非常に親しいですよね。で,ねで安倍さんがやっぱり今度の選挙ものすごく今年は張り切ってるわけですよね。だからいろいろ選挙でもの言いたいんだけど、うん、直接その、うん、二階さんになかなか言いにくいので。 あまりさんを通じていろいろこう選挙にいろいろ言ってきてるような部分がちょっとあってうそういうのをやっぱり二階さんにしてみるとこう選挙は誰がやってるんだと、はい、俺だろうと幹事長の、はい、でいろいろ考えとやってるのにみたいなやっぱりそういうちょっと思いが例えばあるとかあとね最近ではあの 田畑議員というか元議員というか<ー>まあ今ねあの、はい、辞職願い出してあ,の、えー、あれしましたけど、えー、結局彼の,あの女性スキャンダルの問題ありましたたよね、はい、あの告訴された、えー、でこの処理をめぐってもねこれ官邸主導で離党届けとかを、えー、まあ出さしたというような実はいきさつがあって<ー>二階さん後でほら。 俺は離党届なんか受け取ってないってこう1週間ぐらいして怒、うん、ったりしましたけどもーへーへーこういうところで、ね、なんかちょっと官邸主導、まあ、安倍さん主導ん<ー>えその辺りの、ねはい、官邸に対しての不信感ってあるわけですよ。確か田畑氏は二階派でしたか 二階派だししかも党の幹事長は二階さんでしょそしたらやっぱりその離党届を出すにしても何にしても危機管理ですけどねやっぱり官邸はちょっと一言二階さんに相談するとかこうしましょうとかこうしようとか一言あってしかるべきだろうとそれをもうどん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 勝手にみたいなやっぱりそういうのがあるんでしょうねだからその微妙な距離感があってそういう中でねやっぱりこの知事選挙も実は。 都議団とかトレーンが一生懸命やってるんだけど、はい、これね官邸もセットで実は背後についてね一緒にやっぱり小池さんへの,この,<ー>あの対決姿勢っていうのを実はやってるんですタッグ組んでんでですよ。なるほどだから、はい、都議団に二階さんは言ってるようで実はその後ろにいる官邸にも。えーえーえー 選挙は俺がやるんだぞと知事選だってそうだろうとまあとにかく余計なことするなよと俺がやるんだからという、まあ、ある種その選挙での主導権をね、はい、自分がまずガツンとこう握るために言ったんじゃないかだからさっきの,あのメールにあったお二人目のね、はい、選挙は俺だぞと主導権を握る、うん、そういうこうちょっとパンチをね<ー>出したんじゃないかとこういう見方もあるんですね僕はどっちかというと取材をしていると二、はい、階さん周辺聞いてても うん、やっぱそ,そっちかなという私は。 印象持ってますけどね。まあ、確かに、まあ、東京もね、衆議院で言っても選挙区はいっぱいありますから。その中には、まあ、萩生田さんだとか、下村さんみたいに、完全に近い人もいるし。でも、今回のこの件って、その都連会長の鴨下さんの、こう、影というか、姿みたいなのがあんまり見えてこないじゃないですか。まあ、そこはまた鋭いこと言いますね。いやいや、さん、やっぱり、石破さんの、あの、まあ、応援団というかね。そういうこともあって、まあ、多少、その都連の中にも、あの、あります。 し対立も多少あるのは間違いない<ー>ただねこれほっとくと、はい、やっぱり 安倍さんと二階さんの間のやっぱりこう不信感っていうのがこのまま醸成されていくようなことになっちゃうとねうこれものすごくやっぱ影響大きいですよねだから、うん、あの最近二人でね、はい、ご飯なんかこう食べてないんじゃないかなっていう人もいるんだけども<ー>ここを早くね、はい、この辺のやっぱり選挙の仕切りがどうなんだとか甘利さん立場はどうなんですとか、えー、この辺をやっぱり総理と二階さんが話し合わないとあのー、こう大きなね まあ、傷になっていく可能性がありますよね。<ー>うん、だから、それを心配する安倍さんの周辺もいるんです。早く二人が。話を一回した方がいいというね。うんただね、まあ、政治ってこう疑い出すと、どん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 ね。はい、もう、すごいスピードで疑心暗鬼広がってって。えー、それがもう、決定的になったりする、とよく。 過去にあるんですだからね、うん、そういうものをちょっとはらんでる今回は、はい、あ発言だと思いますけどねなるほど、うん、ちょっとお黄色信号はこれサインとして出てきてるぞですか黄色からそうですねほっとくと赤になるで、まあ、二階さんの発言責、はい、めたのはととトレンドではなくトレンドの後ろにいる官邸にこうちくりと言ったんじゃないかという見立てですよね。はい えーまあ、あ自民党内のこうさやあてというようなところもお話いただきました、えー、このコーナーも含めて「ラジコタイムフリー」、「ポッドキャスト」、YouTube でも配信してまいります。詳しくくは番組ホーームページをご覧ください あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです、えー、ニュースについて本当にね、今日もたくさんご意見、えー、いただいておりますが、こちら、えー、神奈川大和市の会社員の方です、まさに足の引っ張り合いじゃないですかと、立憲民主党と国民民主党の話ですね、うんえー、主導権を握りたいのはわかりますけど、そこにポリシーはないのか、野党の足並みが揃わないまま、次も与党ということになっちゃうんじゃないでしょうかと。 先ほどもありましたけれども数合わせとかあんまりこう政策のすり合わせみたいなところまでまだ全然いかないですね政策で言えばね、ええ、まあ要するに基本的なところが合えばいいんだっていうのはあると思うんですよだって、うん、あの政権だってよく考えてみればこれが政策100%一緒かったら実は結構違ったりするだからいくつか合えばそれでいいわけで、ね。 だ問題はやっぱりも参議院選挙が近づいている中で、何をまあプレゼンスっていうか。国民や運動している人たちに示すのかっていう、ね。うその辺のやっぱりこう時期とか責任ですよね。はい、この辺がやっぱり立憲国民の量、やっぱりほ幹部にね。今求められてると思いますね。これやっぱりずるずるいっちゃうと、こちらも。何だったことにもるなって思いますけどね。おっしゃる通りですよ。えー、あのー、それこそ、まあ批判的なメディアは。 先,先日出ていただいたその玉木雄一郎さんがリーダーシップ発揮すると思いきやちょっと優柔不断になってしまって国民の中からの突き上げを食って、うん、こう大沢さんとの距離感とかも上がりかねてるんじゃないかみたいな指摘もありますのああの、ね、このタイプとして、ええ、まあいろんな人と会ったりするタイプで、まあ、誤解されやすいとかあると思うんですよね。玉木さんははただ、うん、ただ、うん、ただけけどど彼は信念を持っっっててしあのここでもはっきり言ってたけど まあ自分ははとにかくあのブレたりはしてないんだとんだけどまあそういうふうに書かれちゃったりね、うん、あの見られちゃったりするんな,、はい、なというとこはあるんだと思うんですよねただ玉木さんのメッセージも確かにおっしゃるように少しし弱いいかもしれなだからやっぱりここはね何、はい、て言うも大党は野党の大党は立憲なんだからやっぱ枝野さんがね 何かしらあの人はリアリストなんだけど、どういう形で方向どのタイミングできちんと出すのかね。あ<ー>まあだんだんそのリミットはもう迫ってると思いますけどね。はい、ーゴールデンウィークぐらいにやらないと、えーえー、もう本当ちょっとなかなか間に合わないって感じになりますよね。まあ6月4月になったらもうね、完全にいやいやゴールデンウィーク明けがもうぼっかり見てると思いますよ。いいすまあ3年前はそのぐらいでこう一気にまとめたっていう感じだったんですかそです、ね。そうですね。だから。 それに習えばここがリミット。うん、それをずれるとね、うんまあ一人区なんかでもなかなか厳しい戦いになってくるかも。<あ>自民党結構強いですよ。今弱い弱いって言ってるけどあれは意図的に流されてる情報で、引き締めるために流されてる情報じゃないかっていう見方もあるんですよ。<ー>自民は厳しいぞって結構今流れてるでしょ。これあえて厳しいという情報を自ら自民党が流してるんじゃないかという見方もある。るおうん、だからそれぐらいしたたかなんですから与党はね,ね<え>。<laughs> その票数とかでこう分析。 してるる人に言わせると、うん、自民党っていうのは実はどんな風が吹こうが何しようが2500万票ぐらいは必ず積み上げてくる政党なんだと,と、ね、だから、ね、あの野党は今、寝てるというかね、はい、投票に行ってない人たちをとにかく呼び起こすして上積みするしかないわけで、はい、そこにアピールするためには何が必要かというと、はい、こんなうちはもめのような印象を与えちゃいけないでしょそう。すると、ね あのメディアも受けるし、うん、橋本徹さんとかがどう動くのかとかも気になるんですが <laughs> まあね橋本さんは期待する声多いけど、はい、どうかちょっと動かない感じあるかな,、まあ、なるえー、たくさんのメールツイッターいただきましたどうもありがとうございました。